皆さんこんにちは。山梨県の小松ガーデンの後藤みどりです。もう剪定ね、済ませてる方も多いかもしれないんですけれども、まだどこを切ったらいいかななんて悩んでる方も多くいらっしゃると思うので、今回は木立性の四季咲き性の品種の剪定のことをお話ししたいと思います。これがね、まあ一番多く育てられている品種だと思います。切る位置はタイプがいろいろなので、いろんな場所になっちゃうんですけれども、まあ基本的なことをちょっとお話ししておきますので、まあ動画を見ていただいて習ってやっていただければいいかなと思います。まずはね、しっかり切れるっていうところも大事なところなので、切るの怖い怖いっていう方がかなりいらっしゃいます。当たり前です。それはやっぱりこの枝を切るっていうことはね、私も最初はそんなに簡単に切れませんでしたから、少しずつ慣れてください。そしていただくといいと思います。品種はボレロっていう品種なんですけど、2009年に発表されてもう12年も愛され続けている品種なんですね。割とコンパクトで、そして枝立ちもよく、大病性もあって、そしてフルーツのいい香りがするんですね。まあ、私がまあ大好きなシャリファースマっていうイングリッシュローズあるんですけど、それを親に持っています。ですから香りはもう本当一押しでも雰囲気もすごく白い花なんですが、優しくほんのりピンクがかったり、結構色の変化も楽しめる愛らしい品種です。で、片親は、まあ、デルバールルのシャントネールドルールドローズっていうあのピンクの花なんですけれども、結構大病性がある品種なんですね。ですからそういう血もしっかり受け継いでいて、初めての方でも比較的病気になりづらく育てやすい品種だと思います。ですからここから白いバラ何か欲しいなって方は、ぜひこのボレロも候補に入れてあげるといいんじゃないですか。まあ樹高も本当にこういうふうに綺麗にすんなりまとまりますので、鉢植えでも育てられますし、春から秋までしっかり咲いてくれるところがいいとこですね。本当に優秀なお利口さんです優等生って感じです。まずですね、皆さんに、イメージしていただきたいのは花が咲く位置ですね。その位置が、まあ、低い方に咲いた方がいい、高い方に咲いた方がいいっていうイメージで、ある程度剪定の高さっていうのは決めていただいていいと思います。もちろんそれも株がしっかりと仕上がっている3年から4年した株で、見ていただきたいんですけど、まだ苗が小さい時はもっともっと大きくしなきゃならないっていうところで、あまり切り詰めた剪定はしないでも構いません。ここから切っていきます。まあ私の線の高さでイメージしている花の高さっていうのは、だいたい目線の下にこう咲く高さなので、地際から約80センチくらいのところから1メーターくらいのところにお花を持っていきたいっていうのがイメージで、今日は切っていきます。全体的に言うことは、まず枯れた枝、まあそれはもちろんいらないですよね。で、細すぎる枝、爪楊枝みたいな細い枝ですね、そういうのは必要ないです。ですからまずそこから排除していきましょう。ちょっとやってみますね。細いとこはとりあえずみんな切ってしまって、ごちゃごちゃしてるので、そういうのを取っていくと分かりやすくなってきます。先端がまずあんまりいらないですね。こう先端をちょっと切ってなんていうのはほぼほぼ剪定ではないので、ある程度太い枝で硬いとこまで切り戻しますから、手でこう触ってポキポキって折れるようなとこはね、いい花咲かないです。まだお花がつぼみがついて咲けないけど可愛いですね。はい、細かいとこだんだん切ってきました。そしたら全体の横幅と高さですね、そのバランスを見て、こちらの方に結構大きくて立派な枝が出てます。でこっちもまあまあの立派な枝が去年出ました。なのでまあこの枝、その枝、そしてこの手前の枝、これを中心にちょっと隙間を空けながらさっぱりと剪定していきたいと思います。この時にちょっと気にしていただきたいのが、去年出た枝がこの
下の方からしっかりこう出ているシュートと言われる枝ですね、主幹となる枝で、途中からも出てます。こう結構太くてしっかりした枝で、その先がどうしてもこう弱ってくる枝が出てきます。弱ってくる枝っていうのは古い枝、新しい方へバラがどん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 栄養を送ろうとしてます。なので両方残しておくっていうのも枝が少ない時はありなんですけれども、まあ、できればたくさんこうある場合には新しい枝に栄養が行き渡るように古い枝を抜いてあげる、それがちょっと大事ですね。なのでまず古い枝、去年一昨年っていう風に使った枝ですね、でその枝を抜いていきたいと思います。分からなければまず若い枝を中心に残しますので、それ以外の枝で細めの枝、そんなのを抜いていきましょう。抜きますね。実際切るってね、なんとなく怖いですよね。まあ数は減らしてるわけですから花の数は減ってきますけど、一本一本に充実した枝を残してあげることで全体的なボリュームは賄えます。なので、全く咲かなくなってしまうってことはまずなくて、いろんなところにバラの芽っていうのはついてますし、主になる芽がダメな時も、横にもちゃんとサブの芽もいますから、ちょっと安心して切っていただいて大丈夫です。で秋から伸びたね枝もやっぱりまだ充実した枝になってないので、春のいい花を見る枝にはなれないんですね。だからちょっと柔らかめだなっていう、手で折れちゃうようなこういうところはあんまり使わない方がいいです。でこちらの方も細めのとこ切ってきます。こういう風に先端の方はもう古くなってきて、下のところから新しい枝出てますね。で切った切り口がこういう風に茶色い場合もあります。これがねもう古くなってきて劣化している目安にもなるので、こういうところはもう切り取っちゃった方がいいですね。必ずその下にはいい枝が出てますから。で高さをだいたい決めます。目の位置も見ながら切ってきます。でだんだんね古くなってきて、大株になってくるとすごい硬くなってくるんですね枝も。だから女性の方だと簡単にこう太いところをこういう剪定バサミで切るのに、あちょっと偉いな、偉いなって方言が出ちゃいました大変だなって思った時にはハサミで無理やりこうぐり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 切ようとしないでノコギリ使ってください。または太い枝を切るハサミもあります。こういうのです。こういうのを使っていただいたり、こういうハンディな小さいノコギリもありますので、こういうノコギリですね、こういうのを使って枝を切っていただくと切りやすいですから、最初からまあ目を見てスパッと切るっていうのかっこいいんですが、なかなか硬くて大変なんですよ。なので最初はハサミでちょっとこう斜めに入れといて、そして細くして切るっていう、そうすると綺麗に切れます。もちろんハサミはしっかり研いで切りやすいようにしといていただくんですが、でそうしながら高さをだいたい揃えていきます。重なってるとこですね、こういうのもいらないので、これに集中させましょう。でここで新しい枝出てくるので、あんまりこの手前に出っ張るの嫌だったらこれはもう切ってしまって、ちょっと控えめにすればまたそこから元気になりますので、そんな形で枝と枝の間をすっきり開けるような剪定していただくといいですね。であとはこの下の方のこう茶色くなった部分ですね、これも実際こういうノコギリ使って綺麗にね、この株の元のところですね、地際のところ綺麗にしておくと虫がやっぱり住み着きにくくなるので綺麗に切っていきます。割とさっぱりしましたね。気になるのはちょっとこの2本が近いかなっていうところなので、こんな感じに支柱を立てて離してあげるとまたいいんじゃないですか。こんな感じで、まあ、全体の高さをだいたい揃えておいていただいて、こんもりとした姿に仕立てるとここからも花芽はこう出てきます。それ以外にも下の方からもまたこう吹いてきますので、安心して切ってみてください。いっぺんに切らなくてもいいので徐々に切ってちょっと引いてみていただいて、また見てっていう感じで少しずつこう切っていただくといいかなと思います。咲く姿を想像しつつ切るっていうのは
バラを育てている人しかわからない楽しみなんですよね。ですから皆さんもどこにお花が咲いたらいいかななんていうのを想像しつつ、また楽しんで切ってきてください。で、わからない時は前の動画とかいろいろなところで情報を発信しているので、見ていただいて、夏の間にね、混みすぎないように冬背を低くできる、そして枝のこの間を抜いて虫は突きにくくするっていうのも剪定の大事なところなので、ここも押さえてやってみてください。じゃあ頑張ってやってみてくださいね。わからなかったらお店に来てください。木立の剪定いかがでしたか？まあ分かりづらいところも多少あるかもしれませんが、挑戦してみてください。春になるといろんな結果が見えてくると思います。小松ガーデンでは今必要な情報を技術ともにお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録やベルマークオンして発信を見てくださいね。皆さんを応援できるように私たちもいろいろな情報を集めて発信していきたいと思います。それでは皆さん、寒いですが寒さに負けずに頑張って剪定しましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。